サビフェスについて今日は引き続きちょっとお話しさせてもらおうかなと思っています。サビエルフェスタ2024についてです。11月4日に山口サビエル記念聖堂カトリック山口教会で開催されます。初めての、イベントですね。どこから話したらいいんだろうな。そもそもやることになった経緯なんですけど、去年ね、ワールドユースデーっていう世界青年大会っていうイベントにポルトガルのリスボンであったんですけど、去年若者たちと、引率含め10人ぐらいで行って、メインのスケジュールは1週間、その前後入れて2週間ぐらいのスケジュールで行ってきたんですけど、そのなんか世界中から、一応それはカトリックの信者の若者たちが集まるイベントに行ってきて、それを帰ってで、そこで、ものすごくいい体験をして帰ってきたんですね。感動してね、180万人とかね、200万人近い人たちがリスボンの街に集まったりとか、会場に集まったりして、それは祈ったり、歌を歌ったりとかミサをしたりとかっていうイベントですけど、そういうことをするという体験をして、リスボンの街を、みんなで散策し、巡礼しっていうこともして、いい体験をして、感動して帰ってきたんですけど、その熱をね、やっぱり自分たちも何かこう還元したいというか、表現したいっていう思いがやっぱりあって、カトリック教会としても自分たちの現場でこういうワールドステイみたいなことをやりなさいっていうのも推奨されてもいたので、何ができるかねっていう話をしていて、でワールドステイの何が一番良かったかねっていう、どこに感動したかって言ったら、僕たちバカみたいなあの答えでちょっと恥ずかしいんだけど、いや、 やっぱ人じゃねってなったんですよね。人だよねっていう、その賑わいというかね、その祭り感だっていう、フェスタな感じ、非日常な感じじゃないかっていうことに結論至りまして、じゃあそれが作れるってどういう、同じことはもちろんできない、180万人集めるとかもちろん無理だけど、それに近しいことって何ができるかねっていうことを考えていて、同時にでも、じゃあ何か自分たちでやろうって言った時にいつも頭をよぎるのは、僕たちカトリックの青年たちで集まると1泊2日の合宿にして、ミサがあって、お祈りの時間があって、食事をして、で講話があって、レクリエーションがあるみたいな、いわゆる合宿型の集まりっていうのは結構得意で、ずっとやってきている。だからそのイメージがあるんですよ。それもやる、そういう感じでやるかみたいなイメージもありながら、でも、片や人を集めた方が、あのワールドユースに近くなるんじゃないかっていうイメージもあって、で、今回は普段持っていた、今までやってきたその得意な形じゃなく、より人を集められる形を考えていこうっていうところから、今までだったら30人から50人集まればいいよねって言ってたイベントなんだが、500人集まるイベントを作るにはどうしたらいいんだろうかっていうところから考えてみようって言って、でそこから考え始めたんですね。そうするともういきなり、宿泊にしちゃダメだよね。つまり拘束時間が長くなっちゃうと、さすがにそれにずっといるなんてことはありえないし、出入り自由の何かを催しているので、変な話、勝手にどうぞみたいなスタイルにしておかないと、参加者、べ人数になると思うんだけど、500人はいかないよね。また、あといい場所じゃないとダメ。人が行きたくなるような場所に、少なくとも行きやすい場所にないとダメ、だよね。そんなことをね、こういろいろ考えていて、で、そうこうしているうちに、もちろん楽しくないとダメだよねとか、信者未信者関係なくいけないとダメだよねとか、年齢層でこう区切っちゃうと難しいよねとかも出てきて、で、言ってるうちに、フェスやりゃいいんじゃねえかみたいなことを言ったやつがいて、フェスかってなったんですよ。大きいこと言えねえみたいな。だけど、フェスって、でもどうやってやるんだっけっていうことをこう考えていて、いわゆる音楽フェスならば、音楽があって、フードや、物販みたいなものが、ある、いわゆるマルシェ部分があるっていうか、この2つだよな、構成とって。それだったらひょっとして、日頃お付き合いのある、あのお店さんや、こんな出店者さんにお声掛けさせてもらって、ひょっとしたらちょっと近いことができるかもって思い始めて、でそこから音楽抜きでいわゆるマルシェと、お祈りの集まりができたらいいな、
と思い始めて、で、まあ、実際このサビフェス2024は、11時からマルシェが始まって、夕方の4時からテゼの祈りをするっていう、まあ、1日になるんですね。まあ、2日とかやらない、1日で終わっちゃうんですけど、で、まあ、マルシェに出ていただくお店は、普段お付き合いがあったりとか、これをするにあたってつなげてもらったりとかしたお店さんたちなんですけど、まあ、特にね、この中でも力を貸してくれたお店さんとかが、まあ、行くよって言ってくれたおかげで、まあ、バババッとこうお店が結構な数集まってですね、まあ、今回できるようになったっていう運びかな。まあ、あとは山口協会が、清水さんがもうどんどんやってくれっていう後押しがあって、今回できるようになったという運びですね。で、なんかたくさんの人が集まるにはどういうイベントができるだろうっていうところから考えたっていうのが一個あるのと、もう一個は誰かに紹介しやすい集まりを作ろうっていうのもすごく考えていたこと、こういう集まりを作ってこの集まりだったら人に伝えやすいよねみたいなものを作りたかったんですね。なんていうのは、普段やっぱり教会で何かやるっていうとちょっとこうみんな宣伝しづらい、宗教ってこともあるし、自分のお友達に大手を振って楽しいから遊びに来てよって言いづらいものしかやっぱり私たち提供できてないので、うん、そっちじゃないかもねみたいな、一回そっちじゃないとこやってみるみたいな、本当にいわゆる自分たちだけのって言ったらあれだけど、自分たちの得意だったこととか、したいこととかしなければならないことにフォーカスして、やる集まりっていうのは散々やってきたし、一回それ置いといて、まあ、苦手っていうか、あんまりやったことない方面、それが何の意味があるかどうかとかはまあ一回置いといて、どんな成果があるかとかっていうのもちょっと一回置いといて、でも違う方向に舵切ってやってみないみたいな、それは何かっていうと今言ったみたいな、人に紹介したくなる、より誰かを呼んできたくなる、より誰かにこれ今度やるんだけど来てよって言いやすい何かを作るっていう、そっち側からの方向性っていうかで、まあ作っていった。で、実際もうすでに友達を誘ったら、その友達がすでに、大学の友達ですよ、信者とかで全然関係ない、大学の友達を誘ったら、その友達がすでにインスタグラムの情報でこのサビフェスの情報を知っていて行くつもりだったって言ってたとかっていう声も聞こえているし、でその人からは今までは断られることの方が多かった、こういうイベント誘っても、教会の何かに誘ってみても、クリスマスのミサに行こうとか言ってみても、勇気を出して言ってみても断られることの方が多かったけど、今回はそんな風にもうすでに向こうが知っていて自分行くつもりだったって言ってることがすごく嬉しい。もうそれはそうですよね、そんな集まりって今までなかったって言ってくれてるのとまあ同じだと思うんだけど、すごく嬉しい。あとはそういう集まりのスタッフができる、まあ僕周りにいる若者たちでこれスタッフするんですけど、受け入れる側の、つまり内側回す側を自分たちが携われるっていうのが、まあ、めちゃくちゃ嬉しいっていう言ってる子たちもいて、それは本当になんか、まあ、狙ってってたといえば狙ってたけど、ここもうすでに成果や効果が出てるのはすごいことだなと思っていて、喜ばしいなと。教会全体ちょっと自信喪失してるみたいなところがあるから、やってやれるぜみたいなのも自分も思いたいし、一緒にやってる仲間たちも思ってほしいし、みんな来てくださる皆さんにも感じてほしいみたいなのが絶対あるよ。から、なんかその部分がね、すでにね、もうまだ始まってもないし、当日迎えてないんだけど、感じてもらってるのがあるとすればすごいいいことだな、ありがたいなと思っていますというところで、成り立ちっていうか誇りとそこに対する思いみたいなことは、うん、今ざっと話せたかなと思います。で、お店さんですが、まずこれ上からこう読んで、いきましょうね。アーカイブコーヒーは、一番最初に声かけさせてもらったのはこれアーカイブコーヒーとモーニングジュースサンドっていうところだっ
ったんですね。普段からお付き合いのあるところで、広島ですね、どちらもね。アーカイブコーヒーさん、とても若いヤンケ君という愛嬌たっぷりのイケメンの、まあ、バリスタでありオーナーがやってるお店ですね。かっこいいお店をやっていて、でそこが行きますって言ってくれたんで、あの一発目があったからこう蓋が開いたみたいな感じが僕の中ではしていて、すごくありがたいなと思ってます。コーヒーカウンティさんは、福岡から来てくださいますね。もうずいぶん前、2016年かなとかに、はるか中村さんっていうピアニスト、まあ音楽家の、ライブをやった時に、コーヒーを入れに来てくださって、広島でやった時にね、コーヒーを入れに来てくださって、その時からのお付き合いです。自分の除会式の時にもドリップしに来てくださった、まあ、森さんっていう方が、まあ、フロントマンがいらっしゃるんですが、その方ではない今回は、出張っていうか別の用事があって来られないんだが、ではない方が、来てくださって、入れてくださいます。まあ超有名っていうとベタだけど、ロースタリーであり、コーヒーショップであるという、コーヒーカウンティさん、楽しみです。で、ファインデーさんは広島です。ドーナツを持ってきてくださる、この間フレンチクルーラー食べたけど、なんかもうふわふわでシュワシュワで超うまかったですね。ベリーとカスタードのホイップのドーナツがあったんですが、それはどうやら季節限定だったらしくて、僕はそれがめちゃくちゃ好みだったですね。とにかくでもこれもドーナツ、超人気のドーナツなので楽しみにしています。で、イマジンコーヒーさんは、松江なんですよね。僕地元が松江、島根県の松江市なんで、そこから、ご参加くださるっていうことで、もう長いこと十何年お店やられてる岸本さんが、まあ、来てくださるっていう。で、僕はずっとお会いしたかったんですけど、共通の知り合いめちゃくちゃいっぱいいるのに、直接ではまだ全然出会ったことがないっていうことだったんですが、今回これやることになって、いろんな方がつないでくださって、直接こう初めてお会いすることになったんだけど、まあ地元一緒で世代もほぼ一緒なので、まあ共通の知り合いに多いこと多いこと、こんなに地元って近くて濃いんだねみたいな、なんかそうそう、二人でなんかもうマジかみたいな、まさにね、あのご縁の国なんですが、あのご縁ですねっていう感じです。本当にたくさんのイベントに出られているイマジンコーヒーさん、来ていただいて嬉しいですね。楽しみにしています。モーニングジューススタンドさんは、もうなんか広島の人からすればもう言わずもがなな、フルーツサンドイッチ、と、スムージーでも元はスムージーだったと思いますね。僕は一方的に知ってるの結構早くて、もう10年ぐらい知っていて、でもお店に行くようになってからは7、8年かな、ですね。まあもう超大人気フルーツサンドと、まあ、最近はなんか惣菜サンドって言ってパストラミみたいなサンドとか、サーモンのフライのサンドとか超うまそう。それまだ食べたことないんですけど、当日どっちで来るんだろうな、わかんない。惣菜なのかフルーツなのか、当日どっちか僕知らないんだけど、あとは、スムージーじゃなくって、シロップのソーダ、何かのシロップのソーダ割りでジュースを持ってきてくださると思います。これも楽しみですね。まあとにかくなんかそう美味しいんですよね。まあまあどこも美味しいんだけど、これも楽しみですね。で、ナンディさんは、これもまさにもう言わずもがなナンディさんって感じで、カレーですね。何カレーなんだろうな、ナンディカレーで来るのかな、何で来るんだろうなっていう感じですね。お付き合い古いっていう、まあ10年ぐらいかな、広島なんですけど、これもさっき言ったそのはるか中村さんのライブも出てもらってたと思うし、その後仕立て屋のサーカスさんやった時も来ていただいた。その時はベジプレートみたいなプレートだった。なので、まあ、いろんなバリエーションでナンディさんこう出展してくださる。自分の除会式の時もナンディさん来てくださっていた。何出すんだろう楽しみっていうのが、でも個人的にはビリヤニ食べたいって思っていて、ビリヤニ食べたいって言っちゃおっかなって、でも言わないで当日何で出るのか楽しみにしてた方がいいかなって思って、どっちにしようかなと思ってるところです。なんです。パンクロッシュさん、パンクロッシュさんは今回から、この
出店からお付き合いが始まって、紹介していただいてお付き合いが始まっています。ただし、もともとその僕もう一人このチームで働いていて、マスダっていう職員がいるんですけど、うん、マスダはどうやら、ちょっと前から、まあ、かなり前から、知っていたみたいで、うん、そこは共通の知り合いだったということです。ハード系のパンとか、この間食べたのはパンオショコラを食べさせてもらいました。クロワッサンに、チョコが入ってるパンオショコラっていうパンがあるんですけど、これ僕はスペインとフランスで食べまくってた、この夏ね食べまくってたタイプのパンで、あ、パンオショコラある、久しぶりに食べようと思ってパンクロッシュさんのパンオショコラ食べて超うまかったんで、出るかどうかわかんないんですけど、当日パンクロッシュさん楽しみにしていてください。ピッツァジューシーさんは今回、ご出店いただくにあたってご縁ができた、とこですね。ここもね、ここもまあ広島で超人気なピッツァリアっていうか、でも他のものもたくさん出るタイプの、ピザも出すお店です。で、この日は、この当日は、スープとパスタとサルシッチャっておっしゃってました、おそらくその変わってなければそれで出されると思う。で、スープはそれこそ、これ11月の4日なんで、もう少し寒いので、あったかいものがあった方がいいんじゃないかっていうことで出していただけるそうで、サルシッチャは、まあ、ソーセージ、ハーブのソーセージですね、うん。で、まあ、パスタ、どんなパスタか忘れた、なんておっしゃってたかな、わかんない、忘れたな。スープかパスタ、どっちかトマト系だったと思います。そうなの、ちょっと、うん、そうなのよ、ちょっとどれにしたってうまそうなのでちょっともうやばいよねって言ってます。で、サピュエさんは焼き菓子ですね。なんとこれタルト出してくださるっていうことなんで、当日外でタルト食えるってやばくないですかっていう。どんなタルトなんだろう。例えば今だったらイチジクのタルトとか出てましたね。でもまあ季節のものなんで、11月4日、何かな11月ってっていう感じですけど。タルトとか。そうだね、そうだね。栗とかもあるかもね。どうかわかんないですけど、タルト楽しみ。いいですね、サピュエさん。まあそんなところが、フードとドリンクの、皆様、出店くださる皆様ですね。で、続きまして、じゃあグッズとワークショップ行きましょう。グッズとワークショップで出てくださるのは、アンカレットさん。アンカレットさんは、広島にあるアンティークの、まあ、家具、食器などなどのお店ですね。このイベントをするにあたって、まあ、一番最初に声かけたっていうよりも、もう、同じチームの一員としてカウントしてるぐらい、まあ、実行委員の一員としてカウントしてるぐらい、強力な仲間ですね。もうキーパーソンです。彼が、まあ、ヒラポンって呼んでるんだけど、彼が、やろやろって言ってくんなかったら、まあ、実現してなかったかなっていう感じです。この9月、10月かな。も、フランスに買い付けに行っていて、そこで買ったアンティークの五臓とか十字架とか持って帰ってきてくれてるんで、まあ、そういうものが当日は並んだりもするし、まあ実際普段お店で置いてるような家具だったりとか食器だったりとかっていうのも出る感じになると思います。はい、そして次アトリエスノイドさん。アトリエスノイドさんは浜田にある、ダウン症の子供たち、まあ、子供に限らずか、ダウン症の方たちを対象としたアトリエですね。で、このフライヤーを作ってくださったのはアトリエスノイドさんです。そしてこのフライヤーの中のこのマーブルの感じとか、この後ろの感じとか、この絵は、アトリエの、まあ、生徒さんって言っていいのかな、わかんないけど、アトリエにいらっしゃる方が、まあ、描かれたものを使って、アトリエスノイドさん自体がこのフライヤーをこう作ってくれたという感じ。これが可愛いですよね。そうね、これが宣伝、うん、これが可愛いですよね、本当にね、うんうん。だからこういうのができて、やっぱりこう配りたくなる、これもフライヤーだし、やっぱそういうのってすごくなんか、特に初めてのイベントだから大事っていうか、みんなの気持ちをこう盛り上げてくれる、うん、非常に大切な、まあ、パーツというかね、うん、だなと思います。こういうのはだって教会に置いてあったら可愛いし、なんかおって思うじゃないですか。手に取ってみたくなるもの、触れても
感じいいものみたいなものをなんかすごくこうこだわって、自分たちはやっていきたいと思っているし、やっているつもりいいですね。まあ それをまあ本当に作ってくれた、よく形にしてくれた、アトリエスノエロさん。当日は、キャンバスワークショップって言って、まあ、晴れてること前提ですけど、芝生の上にちっちゃいキャンバスを、並べて、皆さんでそれに絵を描くっていうワークショップを、まあ、してくださるそうです。楽しみ。四季の香さん、津和野にある、津和野って乙女峠祭りとかやったりする島根県と山口県の県境にある島根県の、津和野町にある老舗の代々続く種苗屋さんですね。種や苗を、売って いた、ところが今は、まあ、雑貨量り売りとかも、スパイスの量り売りとかもやっているようなかっこいい雑貨屋さんなんですね。自分のところでオリジナルのものも作っているぐらい、グッズも作っているぐらい、いろんなものが置いてある、かっこいいものが置いてあるところで、そこも、一緒に今回、出展してくださるということなので、まあ、普段からお付き合いがあって声かけさせてもらったということです。楽しみ。で、トーカさんですね。トーカさんはもう実行委員の一人ですね。トーカさんもね、一緒になって普段ね、こういうイベントをたくさんやってらっしゃる東華さんに実行委員に入ってもらって、すごくこうアドバイザー的にこうしたらいいかもねっていうことをアドバイスいただけたのは本当に心強かったし、まあ、初めてのことを自分たち作る時にすごく参考になさせていただいたところがあって、もうなんか、頼れるお兄ちゃんとお姉ちゃんっていう感じですね、我々にとってはね。で、その買った東華さんは、このワークショップでは、スノードームを、作ってくださいます。まあもう12月が近いっていうことでね、冬間近というこの11月4日のタイミングに、まあ、スノードームしてくださるということで、これもちょっと どんなことになるのか僕は想像がつかないけど楽しみにしています。で、ちえみさらさん、キャンドルの、ワークショップをしてくださいますね。今回、これちえみさんは何年か前の遥か中村さんの時にご一緒したんですが、その時はそんなにこうご挨拶もあまり丁寧にできずに、ニアミスみたいな感じだったんですね。で、今回、改めてこれもトーカさんがつなげてくれたのかな、ちえみさんのキャンドルワークショップ と、キャンドルアーティストなんですよね。なのでキャンドルを作るというワークショップと、テゼの祈りってキャンドルをすごく使ったりするんですね。キャンドルの火が 大事でキーなアイテムだったりするんですけど、その時にちえみさんにキャンドル灯してもらおうかねっていうことを言っていて、ちえみさんもやるよって言ってくださってるんで、まあ、何がしかのキャンドルをこの時に灯していただけるんではないかという感じですね、はい、以上全部いきましたかね。あとは僕の T シャツちょっとダメ、ちょっとこの早々たるメールの紹介の後にマリアサップ T シャツの、再販版ですか、ね、S サイズが、10着ぐらいデッドストックがあるので、そちらも並べちゃおうかな、どっかにアンカレットさんのテーブルの上とか並べちゃおうかなって勝手に思ってます。フランス直送のマリアサップ T シャツですみたいな、そういう雰囲気で。なんか、わかんないけど。そうだね。なんか載せちゃうかなとか思ってます。あと、YouTube 撮ろうかな。これを撮った方がいい気がするな。せっかくだし。そうですね。どんな感じだったか見たいっていう人多分いると思う。もう会場の様子だったりとか、ね、だってね、だって山口行けないっていう人たちたくさんいて、うん、どんな感じか見たいっていう人も多分これ見てくださってる方の中にはいると思うから、そうです、我々がお届けしますか。まあ君だかどうかは分かんないけど君別の仕事に駆り出される可能性非常に高いので、私は山のごとく働いているかもしれない、なので、でも少なくとも僕は責任者だけど多分暇なんで、撮っちゃうかな怒られるかなそんなことしてたら、まあ、全体統括のこういう感じでね、そう、まあ、様子を見ます、見てますよみたいな、カメラ持ってこうやって回る役とかやっちゃおうかな、見てもらったら確かにみんなにもお届けできたらいいなっていうところですもんね。
うん、なんか、うん、せっかくだしね、こっちもなんか記念に残したい思いもあるので、うん、皆さんに共有させていただく体で、自分たちの記念にもなるので、撮っちゃおうかなってちょっと思ってます。いいんじゃないでしょうかね。いいんじゃないでしょうかね。ねえ。回しましょう。忘れてなかったら。忘れないや、バタバタして、なんか、やべ、もうなんかスタート回すのや忘れちゃったからもうよくね、みたいなテンションにならなかったら、やった方がいいですね。なので、その辺ちょっと気をつけて、回そうかなと思います。そんなところで、いいですかね、はい。そうですね。当日は会場の駐車場をご利用いただきませんので、近隣のコインパーキング等をご利用ください。もし本当来てくださるっていう方がいらっしゃったら、協会の駐車場使えないので、近くのコインパーキングに停めていただいて、そこから少しこう歩いていただくことが、まあ、必要ですっていうことを、まあ、ここの方でちょっとお伝えしておきます。じゃあまあそんなところで、そうですね。はい、当日なんかこれ見てきたよっていう人がもしいたら、うん、声かけてください。もうすごい嬉しい。そしたらなんか一緒に乾杯しましょう。コーヒー乾杯しましょう。一緒に乾杯しましょうね。私とね、はい、ミカも東京からこれは来てくれるので、あ、そう。楽しみに。そうなんですよ。ミカとねエリーも現場で働いてますんで、はい、エリーさんって言ってもらったら。確かに声なんかかけてもらったらもう人気者になって、もう飛んで飛び跳ねて喜ぶと思うのでぜひエリーとミカ見つけて声かけてやってください。いつも動画見てるよとか相変わらずしょうもないねとか何でもいいんで言ってもらえると私たちも喜ぶと思いますので、どうぞよろしくお願いします。お願いします。ではそしてチャンネル登録 と、いいねを、していただけるとめちゃくちゃ喜びます。喜びます。ということで、はい、はい、ありがとうございました。じゃあねー。